大衆演劇って言ったことあります？ああ、まだ見たことあるね。大衆演劇は、うん、例えば、まあ、温泉街で大きいホテルあるじゃないですか、うんうんうん、イカホとか、うんね、みなかみとか、はいはい、はたまた熱海とか、うん、そういった時に、うん、結構みんなでこう食事とるんですよね、うんうん、部屋で。そうそうね。で、その後に、うん、まあ、舞台ではなんかほらマジックやったりとか、はい、その後に意外と大衆演劇をやるんです、うんうんうん、で、その地元のなんか玉三郎さんとかね、うん、そう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 、ありますよ、見たことありますよ。で、ちょっとこうね、はい、おひねりとかね、その大衆演劇の俳優さんがこのマザーに出てくれてて、神山大和っていう子なんですけど、はい、その子がギリギリまでマザーの本番ギリギリまでその大衆演劇の方をやるから、うん、はい、で大衆演劇の方に脇さんちょっと出てもらえませんか、そこでマザーの、ね、うん、宣伝どうですかって言われた、もう絶対白塗りでバカ殿じゃんお前って思って行くじゃん、はい、で元子さんと一緒に行ったのよ、マザーに出るメンバー何人か連れて行ったわけですよ、はい、そしたらまず楽屋に行ったら立川の欅座ってところなんだけども、うん、まあ、そこの1ヶ月その劇団がやってると、はい、でその劇団が1ヶ月やったら次の劇団が入るんだけど、うん、その大和の劇団とかもう楽屋に行ったらさ、うん、もうなんちゅうの、もうズラがもう何個もあってズラで壁ができてるみたいな、うん、でもちっちゃい3歳とか4歳ぐらいの男の子、うん、女の子がバーっているわけですよ、はい、いやもう家族で移動してるから、うん、そうだよね、そう、まあ、あの変な意味じゃないけどサーカスじゃないけども、うん、そういうカオスな世界なわけですよ、うん、袖にスタンバってたらさ、うん、さっきまでお母さんだったのね、はい、その、はい、うわお母さんが子供見たお母さんが、はい、この白脱いでズラをいろいろ変えるからズラ被る前の段階で、はい、こう本日はグレーティーとして誠にありがとうございますみたいなのをやりながら、はい、ネクタイのタイムサービスなんだよそのおばさんがやってんの、はい、やってる。ほんでその照明も音響も全部そのおばさん一人がやって、うん、ここであの子供がお母さん遊んでよって言ってきて、やめなさいやめなさい本日はとか言ってすっごいたくましくて、ほんでパッて見たらなんかね、はい、その子役的な子、中1とか小6ぐらいの子たちが、うん、あお願いしますお願いしますみたいな感じで、はいはいはい、明日のチケットを売るのよ、なるほど、次の日のチケットお願いしますかなんか言って、で今度またパーッとお願いしますって来たら、で大衆演劇に詳しい女の子もいて、はい、マザーのメンバーで、脇さん花買って花買って、そうそうお花ね、そうだよね、で俺が1000円出した花をこうやって礼みたいなのもらうの、うん、で俺自分がかけるのかなとかけて、いや違う違う違うとかっつって、違うよ、それを次の演目が今度ステージ、歌のステージなの、うん、歌のステージの時自分のお目当ての人に俺をこうやってかけるわけですよね。で俺は神山大和っていう子を見に行ったから、大和が女方でこうやって歌ってる時にさささって前に行って首にかけてあげたらみたいな、こうマイク入っちゃうから、お嬢だお嬢だみたいな感じ、なんだこの世界と、そうですよ、すごい世界だなと思って、でこの大衆演劇に詳しいマザーのメンバーのマヨちゃんっていう、うん、はい、マヨちゃんに帰りの車の中で聞いたんだ、これすごいねって、うん、でどういう順番でそういう風に大衆演劇っていうのが生まれたのかなと思ったら、うん、歌舞伎があって、うん、大衆演劇が生まれてたと思ったら、うん、大衆演劇の方が先なんだって、うん、みんな昔は大衆演劇でみんな、うん、あのお寿司と同じような感じ、お寿司って昔さ、もう立ち食いだったよ、うん、それがどんどん格式の高いものになって、ファストフードだったんだよね、うん、そう昔はみんな大衆演劇でどんどんでかくなってって、うん、なんか大歌舞伎っていうのが生まれたんだって、うん、そのある一家だけがでかくなってって、元々のお寿司ってこれぐらいのサイズだったんですよ、うん、あーなんか大きくおにぎりみたいな、なんかだから、ね、大衆演劇が全ての演芸の原点なんですよ、うん、